していただこうということで、はい、一人ずつの自己紹介をしたいと思います。はい、はい、私たちが名前を自己紹介をした後に皆さんも一緒に名前を呼んでくれたら嬉しいです。お願いします。お願いします。それではまずはひかりから。はい、はい、はい、ちびるの毛虫でも負けず嫌いセブンカラーズリーダーのひかりんこと山口ひかりです。よろしくお願いします。
またぜひ私たちに会ったら話しかけてくれると嬉しいです。はい、お会いできるのを楽しみにしています。楽しみにしてます。それでは今日は本当にありがとうございました。セブンカラーズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。マイク入ってやばい。我々のイベントはですね、はい、大抵男臭い、男臭いイベントで理屈っぽいイベントなんですけど、この中で、私のイベントがない中で、イベントの中で最も清涼感のある瞬間いいですね。いただきました。どうですか、プロデューサー、毎回アイドルを仕込むというのはいいですか。どういうふうにしていきたいのか。OK が出ますね。皆さん、もちろんユナイテッドの公式という公式サポーターということですけど、はいはい、ごひいきの選手とかいらっしゃるんですか。ごひいきの選手、あ、選手ですか。ちょっとざわめいてるんですけど、やっぱ何人かね、やっぱそうですね、結構ね、はい、じゃあ私いいですか。はい、私は今日単純なんですけども、今日お話しした上田選手が上田選手、はい、すごい走りして、やっぱりゴールキーパーなので、なちょっとすごい怖そうだなと思ってたんですけど、すごいフレンドリーで、今日出てたキーパーさんですよね。はい、そうです。そうですよね。はい、私はキャプテンの田上選手。おお、ゲタカーって言うじゃないですか。あの試合見た時に、なんか、はい、怪我してて、はい、前回の試合なんですけど、一応頭からなんか怪我してたんですけど、はい、それでもずっともうずっと走って、走ってその姿を見て、私ゲタカーって叫んじゃいました。何ですか、血を流して走ってみて。昔、我々の時代にアブドーガンガブッチャーっていうんですね。